ケンブリッジシャーとは、イーストアングリアにあるイングランドのカウンティ。北部で、リンカンシャー、北東部で、ノーフォーク、東部で、サフォーク、南部で、エセックスとハートフォードシャー、西部で、ベッドフォードシャー及びノーサンプトンシャーと接している。古くは、ケンブリッジ州とも呼ばれた。州とは、ケンブリッジ市。現在のケンブリッジシャーは1974年に、 ケンブリッジシャー及びエリー島とハンティンドン及びピーターバラというカウンティの合併により形成された。前者はケンブリッジシャー、エリー島、後者はハンティンフォードシャー、ソークオブペーターバラという歴史的地域区分から1965年にそれぞれ形成された。このカウンティはシリコンフェンとして知られる地域の大部分を含んでいる。地方行政はケンブリッジシャー州議会と イングランドの単一自治体である、ピーター・バラ市議会によって分担されている。州議会の下には、ケンブリッジ市議会、サウス・ケンブリッジシャー地区議会、イースト・ケンブリッジ地区議会、ハンティンドンシャー地区議会、フェンランド地区議会という5つの地区議会がある。ケンブリッジシャーは、フェンゲートのフラグ・フェンで知られる。フラグ・フェンは、 国内最古の新石器時代の通年定住地であり、スコットランドのバーディーンにあるバルブリディと並び重要な遺石である。イーストケンブリッジでは石器時代、青銅器時代、鉄器時代の遺物が大量に出土した。その内大部分はアイルハムで発見されたものである。ドゥームズデイブックにはケンブリッジシャーがグラントブリッジシャーとして記録されていた。これは グランタ川と関係している。いくつかの地方自治体が単一化された結果、今日のケンブリッジシャーはイーストアングリアの大部分を含んでいる。1888年に衆議改正が導入された際には、ケンブリッジシャーの伝統的な地域区分に従い、別々の議会が以下の地域に設立された。1965年、この2つの行政州は合併し、 ケンブリッジシャー及びアイル・オブ・エリーが形成された。1972年地方自治法の下これは西方にあったハンティンドン及びピーターバラと合併した。その結果形成された州は単純にケンブリッジシャーと呼ばれた。1998年からピーターバラ氏はイングランドの単一自治体として独立した行政区となっている。当時はロードレフテナントなど、 典礼的な目的において関連づけられ、また警察や消防サービスなどの機能において連携している。2002年には自然植物保護団体のプラントライフが幼少期ナグサをケンブリッジシャーの非公式な集家として指定した。州の軍事部隊ケンブリッジシャー連隊は南アフリカのボーア戦争や第一次世界大戦、第二次世界大戦に従軍した。この州は 地形が平坦であり、また大陸と近いために、第二次世界大戦の間に、英国軍がここに、多くの飛行場を、英空軍爆撃司令部、戦闘機軍団、同盟していた合衆国陸軍航空軍向けに建設した。この協力を記念して、ケンブリッジアメリカンセレモニーメモリアルが、マディングリーにある。これは、第二次大戦中に戦死した米国軍人に対する、 イングランド内で唯一の墓地である。ヨークシャーのタイクやリンカンシャーのイエローベリーなどのようにイングランドの大半の州にはその州の出身者に対する愛称がある。ケンブリッジシャー出身者に対する伝統的な愛称はケンブリッジシャーキャメルかあるいはフェンズ地方で一度は絶滅した水鳥であるツルにちなんでケンブリッジシャークレーンである。フェナーズという単語は 平地の多い地方からケンブリッジ北部へ来た人に対してよく用いられていた。20世紀以来、この用語は別称と考えられており、使用を控えるよう促されている。ケンブリッジシャーに関する歴史的文章の原版は、ケンブリッジシャーアーカイブスローカルスタディーズに保存されている。ありがとうございます。